例えば行くっていう部分がないと撮影終わらないよって言われることがあります。だって行くとか知らないしみたいな思ってた。2年やった時に一回番組から降ろされた。降ろされた。いろいろ物事がありました。月収とか。今日は元セクシー女優の蒼井空さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。引退して何年経ったことになるんですか？11年くらい経ったかな。まあ、あのタレントに移行してって感じですかね、はい、AV 女優になられたのはどうしてですか？まあ、AV 始めたのは、まあ、最初で言ったら、まあ、あのスカウトからなんですけど、はい、どこでスカウトされたの？渋谷のスクランブル交差点を渡って、はい、今だったり蔦屋の前あたり で、はいでまあ、声かけられて、芸能界興味ありませんか、でも最初芸能界だったんですけど、でなんかいろいろあって一回断ったりとかしてて、はい、その話とかを。その時って短大？短大生ですね。短大生、はい、19か20歳ぐらいの時なんですけど、やっぱり芸能界興味もあるし、ちょっとやってみたいっていう気持ちで、裸覚悟で頑張りますって言ったら、実際今の事務所に紹介されて、AV やらないかみたいな話になって、まあそっからでも話を聞いてて、なんか面白そうだなっていう感じで、なんかこう自分のこう将来のビジョンみたいなものがなんかこう明るくて楽しいみたいなイメージがパッてこう浮かんで、まあちょっといろいろ迷惑をかけるところはあるかもしれないけど、例えば親とか兄弟とか。親はどうだったんですか？まあでも親に関しては友達というか知り合いにバラされて。バラされた。はい、AV やってるよみたいな感じで。デビューされてから。まだデビューしてないんじゃないかな。してない時ですね。じゃあその友達には信頼して話してたって。いや、そうなんです、はい、その友達は急に切れて、はい、そんな仕事やめろってなって、いやもうその時点で4本撮ってるんですよ。その友達って4本撮ってて、これを発売しないで、はい、いることの方がすごい自分の中で後悔になるし。で男性だったんですか？え、女の子です。やめろって言うんですか？女の子が。そう、やめろそうなって、はい、なんかまあ正義感だと思うんですけど、はい、その子にしたら、はい、でもいや今やめることの方がちょっと中途半端で、はい、いや何だったのって話になってしまうし、みたいな。であと相談するわけじゃなくて、はい、その子やめろって言ってほしいから言う、なんか話したわけでもないのに、なんかそういう感じになっちゃって、でその子が、まあ、親も知ってる子だったので、でなんかうちに来てなんか話をしてったんだけどっていう話が電話でお母さんから来て、あいつが言ったんだったら絶対もうアダルトの話してんじゃんみたいなことから、まあ親っぱれはしたんですけど、はい、ご両親は賛成してくれた？まあでもまあ、昔からなんですけど、私のこと否定すること一切なくて。ああ、いいですね。はい、だから、まあ、話を全部聞いてくれて、まあ、そのお金のためとか、なんかこう騙されてとか、そういう感じじゃないっていうことを分かって、じゃああなたが決めたことだったら頑張りなさいって、その仕事自体その賛成することは難しいけど、でも応援はするよって言われました。いいご両親ですね。今ねこう話をしてても本当にあの時はあの感情は思い出すとすごい泣きそうになります。 AV をやったら、将来その目指してるものが AV が目指してるものなスターになることが目指してるのか、それともその先が当時あったんですか？その先ですね、やっぱ AV じゃなくて、バンツタラですけど、まあ、その芸能界で有名になるっていうことが一番の目標でした、AV から出てタレントになられたり女優さんになられた方いらっしゃいますもんね。そうですね、その飯島愛さんが当時、やっぱすごく目標というか、っていうのはすごくありました、はい、AV の演技の仕方などはどこで勉強されました？はい、あでも人の AV とか、はい、あとマネージャーと話したりとかして。マネージャーと話す、
抑揚をつけたりとか、はい、そのさ、まあ、例えば行くっていう部分がないと、はいはいはい、撮影終わらないよって言われたことがあって、だって行くとか知らないしみたいな思ってたんです、はい、最初。だから、あ、そっか、分かんなくてもその抑揚つけなきゃいけないんだと思って、はい、つけ始めたとか、はい、そういう感じはありました。エビスマスカッツというグループに所属されておりましたけども、はいはい、これではうまくいったんですか？やっぱ女の子がいっぱいいると大変だなっていう気持ちはありましたけど、 でもすごい仲良く、はい、特に仲間割れとかも一切なく終わりましたけどね。一時休んでた時があるんですか？2年やった時に一回番組から降ろされたんですよ、ね、はい、ちょっと、いろ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 あったり制作側っていうか、まあ、スポンサー側とちょっとあって、で、はい、まあ、一回降ろされたりとかしてたんですけど、はい、いろいろ揉め事ありました。ありました、スポンサーと、はい、まあありますよね。それは言えないことですか？まあ一人の人に気に入られなかったっていうだけの感じですかね。まあ、その人が辞めたから戻ってきたみたいな感じです。うん、でもね、本当に戻そうと頑張って、はい、頑張ってっていうか、まあ、戻そうとしてくれたのが、あのマコイ斉藤さんっていう、はい、ディレクターさんでしたね。まこさんにすごく、もう葵を戻さなかったらマスカッツさんも相続できないぞっていう感じでこう言っていただいたのすごく覚えてます。女の子たくさんいて、ライバルとかこう敵とかそういうことにはなんないんですか？一番最初行った時はもうみんなピリピリでしたよ。今だから言いますけどね、はいはい、私もだってもう 全員潰れようと思ってましたもん。全員潰そうと思ってましたもん。でもなんかこうマスカッツの活動を通して、はい、あ、グループって大事だなとか、はい、すごいいい経験になりました。それがあるから今あるなっていうのをすごく感じます。今その人たちとはすごい仲がいいですよ。あ、そうですか。うん、あの今だったらね、ママになったマスカッツがいっぱいいるので、うん、その子たちと会ったりとか、はい、子供たち会わせたりとかしてたりします、はい、ちょっとすいません、こんな話、月収とか。まあでも音楽とは違って、はい、その印税契約とかじゃないので、はい、だからいくら売れたからって、はい、ギャラが変わるっていう感覚はなくて、まあ、そのギャランティーって1本いくらって決まって、はい、契約でやっていくんですけど、はいはい、1本いくらぐらいだったんですか？1本、うん、どうやって上がっていくんですか？一番最初が一番高いんです。不思議じゃないですか？そうなんですか。で、一番新人が、はい、あの初々しくて、はい、一番高いっていうのはその業界だったんですけど、はいはい、ただ私2年やってメーカーが変わったんですよ、はいはい、ギャラアップの交渉で成功したっていう感覚です。葵さんが直接されたんですか？いや、もちろんあのマネージャーと話をして、はいはい、まあ、このぐらいくれるけどどうする、はい、みたいな感じで、はい、その最初の1本目いくらだったの？最初の1本目は100万円です。100万円。それは似合ってましたか？まあでも当時アルバイトを、ね、あのずっとしてたので。どんなアルバイトをされてたんですか？学生時代は、はい、まあ、居酒屋とか、はい、なんかまあその配送とかやってましたし、はい、なんか工場とかで仕分けの作業とか、うん、やったりとか、はい、あの飲食店でバイトとかよくしてて、はいはい、やっぱ時給が800円とか、うん、高くて900円とかそんぐらいのレベルでやってたので、うん、はい、まあ、月、まあ、頑張ってもらっても6、5、6万みたいな生活から、はい、うん、やっぱ1本2日、3日間の拘束で100万円もらえるんだ、すごいなとは思いました、うんうん、で、移籍してまたどれぐらいのギャラになったんですか？ 2.5倍。うわもらいました。それ貯金しました？うちの事務所がそれ全部こう、はい、全額もらえるっていうシステムじゃなくてプールされてって、毎月いくらっていう同じ額でもらってたんですよ、はいはい、それちゃんともらえました？で、それちゃんともらって、ちゃんとあの明細書にも書いてあって、あといくらプール金があって、はい、ちゃんとしたところです、まあ、そうなんです失敗しちゃった。ちゃんともらってますよくね、聞きますからね、はい、ブラックな感じでね、よく、まあ、ないわけじゃないみたいですけどね、はい、なんか話聞いてると、まあ、ちゃんともらえました。
AV 時代ですね、はい、恋愛ってのはできるんですか？してない時がないぐらいしてました。それは今だから言いますけど、はい、それは彼氏いますかって言われても、はい、いませんって言ってましたけどね。普通だね、はい、どんな業界の人たちだったんですか？まあでも業界近い人は多かったですけど、一般の人とは付き合ったことないんじゃないですかね。そのスタッフさんだったりとか、はい、まあ、芸人さんもありますし、はい、とか。どんな芸人さん？芸人さん、お笑い芸人さん、はい、まあ出てますけど、今も出てるっていう、はい、東京ダイナマイトっていうコンビの付き合って、はい、撮られてたりとかしたんですけど、はい、びっくりしました。彼氏で失敗したとかそういうのはあるんですか？まあでもちょっとモラハラ気味な人みたいな人いましたけどね、はい。目玉焼きあるじゃないですか、はい、目玉焼きを焼いて黄身がちょっと火が火力が強くて、はい、黄身が割れちゃったんですよ、はい、それを朝ごはんに出したら、はい、作り直せって言われました。お前は卵焼きも焼けないのかって言われた時に、あーこの人にいやらしようと思ってそう、それを言われた時に、はいはい、もう絶対ごはんなんか作らないっていうのを決めました。なぜ辞めたんですか？辞めるタイミングってどうなのかなってすごいずっと考えてて、はい、中国でイベントがあって、はい、呼ばれて行った時にすっごいファンの人がいたんですよ、はい、もう人の海ってこういうこと言うんだぐらい、ずっともう後ろの方までこう人がいて、はい、私の方見て舞台に立ってる私の方見て、はいはい、私中国でやるって決めた時が AV を辞めようと思った瞬間です。中国では AV は禁止なんじゃないですか、うん、表向き上ちゃんと発売はできないですね。裏は大丈夫ですか？男子が裏でこう、裏ビデオ回してるみたいな感じの広がり方と一緒です、はいはい、でもやっぱ中国それでも厳しいので、はい、まあ、いろいろかいくぐって頑張って見てるっていう感覚はある。そういう状態で見ていて蒼井沙羅さんが中国で有名になって、もともとそのまあ、アジア圏では、はい、AV みたいなアダルトをこう、はい、撮影をしてもこう作品としてあるっていうのはもう日本しかないので、はい、だからやっぱみんなアジア人は日本のそういうのを見るんですよ、はい、ツイッターをやったのがすごい早かったんです私、はい、でそのツイッターをやるともう直接連絡が取れるぞみたいな、海外の人と、はいみたいな感覚になってくれたっていう感じですかね、はい、中国語がなんか話しかけられてみたいな、でそれに対して中国語で翻訳機をかけて、はい、中国のファンの人ありがとうみたいな感じで言ったその言葉がまたバズったんですけど、はい、そのファンっていう感じ言葉の、はいはい、翻訳が間違った感じになっちゃって、球技のファン、だからもう野球とかサッカーとか、はいはいはい、そういうスポーツのファンみたいな人たちの総称で書いちゃったんですよ、はい、芸術に関してのファンとかってまた違う、違う感じ、感じがあるんですよ、はい、でもそっちの感じで使っちゃって、はい、でそう玉のファンみたいな感じで書くんです、はい、漢字が、はい、だから玉って言ってるから、はい、そう本当はこれ違うけど、はい、おっぱい2つあるじゃんあれも玉じゃねみたいな話になってそうだ俺たちは玉のファンだみたいなでそれがバズってっていうのもありました、はい、中国の仕事を始めてご結婚されるんですか？4年前に結婚して、はい、35を超えたらもう焦って結婚しなきゃっていう感覚はありました。どこで出会ったんですか？友達の仕事仲間みたいな感じですかね、はいはい、たくさん男の人寄ってくる中で選ばれたんですね。まあ寄ってくる、寄ってきましたでしょ。寄ってこないっすよね、っていうかなんかそういうのを避けてました。寄ってくるの自分から行くっていう感じです、はい、自分からいいなと思う人に行くっていう感じです、ね、のが楽しい、はい、ただ、うん、今の旦那は、はい、寄ってきたタイプの方なんですよ。そうなんですか？だから最初はもうノーノー何でそうだとか言って言ってたんですけど、でもなんかずっとかわいいかわいい言ってくれてて、はいはい、で一度、そのベロベロになって、もう本当もう上からもうすごい
大変な感じになってるのを全部解放してくれてて、はい、それを見ても可愛いって言ってくれてるのもなんか耳に残ってて、はい、この人やべえなって思ってながら、あ、こんな汚い姿を見ても可愛いって言ってくれるっていないよなっていうのがきっかけで付き合う。ところでご主人は過去の作品をご覧になってるんですか、はい、なったことあるのかな、聞いたことあったっけな、2人で見ることはないです。よく2人で見ることはないですで自分の作品すらあんま見てなかったですかね。出産をですね、はい、その時に撮影して流しましたよね、うん、そうです、生配信してましたね、はい、でも生配信中は特に私生配信には出ないっていう、そのスタジオがあって、はい、そのアナウンサーの人と、はい、大久保さんがこうやってくれてて、はい、私が病室から撮った動画を送るっていう、はい、配信の仕方をしてて、はい、で生まれたら生まれましたみたいな報告をそこでやっててっていう配信の仕方をしてました、はい、でもその配信中は、はい、その妊婦だった7ヶ月ぐらいからそのドキュメントを撮り始めたんですけど、はい、でその大変なこととか、うん、そういうインタビューだったりとか、うん、その毎日の日記みたいな感じで、はい、動画を送ったりとかいうのを流してましたね、はい、そんな余裕あったんです出産の時。だから出産の時は、はい、自分がこれから行ってきますみたいなやつと、はい、帰ってきましたって無事に生まれましたみたいな動画を撮るだけだったので、あ、そうだった、もうずっとこうカメラが回って、はいはい、映ってますみたいな感じではなかったんで、帝王切開だったので、はい、特に手術中にはね、全然生まれた瞬間が、ね、はい、またから見れると思ってた人いっぱいいたと思うんですけどそうじゃないかいっていう感じの配信でした。あ、そうだったんですか、はい、でもまあ双子最終的にウエスト110センチぐらいになったんですよ。よくちっちゃくなりましたね。いや本当に2人いるってのはその妊娠中も大変ですよ。それ重かったなと思います、ね、仰向けで寝たら本当に首絞められてるぐらい苦しくて、寒いですとか言って、うん、歯医者に行った時に、はい、すいません一回いいですかって言って、もうこの体勢がダメで、はい、そうなんですか。今までの過去の作品をですね、出産後ですか、配信停止にされませんでした。はいはい、F のやつですよね、はいはい、引退後何年経ったら停止できるよみたいなやつができて、 AV 人権審査機構かな、はい、なんかそういうのがあるよみたいな感じの知ってたんで、はいはい、これって止められるんですかねぐらいの感じですかね、うん、ええ、なぜ止めようと思ったんですか。止められるんだったら止めてもらえばいいかなみたいな、でも別に1円にもならないしみたいな。ああ1円にもならないんですねはい、全然ならないです、はい、ギャランティーでやってるので、はい、なんかどっかが儲けてんだったらなんかすごい嫌だなとか、はい、分かんないですけど、はい、でそんなに再生回数もないのにファンはもう絶対持っててくれるだろうし、はい、何にもならないんだったら別になくてもよくないっていう感じですね。だったんですか。じゃあ将来お子さんには元職業のことを言いますか。うん、まあやっぱ青空っていう名前は隠してないので、ええ、友達とかも空ちゃん空ちゃんって言いますし、はい、多分青空っていう名前はどっかで知るんだと思うんですよ、はいはい、だから自分からわざわざ、はい、母さんはね、出るよねやっててねこれだよみたいな感じでやる必要ないかなと思って、はい、聞かれたら別に、はい、嘘偽りなく、そうだよ、やってたよ、ぐらい感じかなっていう、はい、もしお子さんが AV 男優になるって言ったらどうします。AV 男優になれないよっていう気持ちですけど、はい、まあでも本気でこういうことを目標にしてて、はい、こういう流れでもこうこうこうだからやりたいんだっていう、はい、なんかものがあればじゃあ頑張ってみれば何でもいいと思います。将来の展望考えてらっしゃいますか。なんか自分で事業を起こして世のため人のためやりたいな、自分でなんかこう事業をやってなんかこうしたいなっていう気持ちはあるけど、じゃあそこに対してどう動いていいかっていうのを今勉強中って感じですかね、はい、今日はいろいろとお話伺ってありがとうございました、はい、ありがとうございました。